できれば政策についてもう少し高いレベルの議論をしませんか。デマや噂話、また不正確な情報をもとに、この神聖なる本会議場で発言する姿は議会のあるべき姿なのでしょうか。今日初めて徳島市長を、内藤市長を見るよと、声聞くよという方もいらっしゃるかと思うので、簡単に僕の方から紹介させていただくと、徳島県徳島市出身で、徳島文理中高を卒業し、東大の文3に入って、文1に入りましたと。はい。合ってます。合ってるよね。一応調べましたから。はい。ちなみに、市長になろうと思って、実際になってみて、どうでしたか？なんか、ズレの方が大きいのか、まあ思ってた通りかな、なのか、どうです？まあ、思ってた通りっていうふうなことの方が私は多いですが、もうちょっと、ですね、議論とかができるかなとは思ってたかもしれないですね。もうやめよう、この話は。おい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 。今日そっちに寄せないってさっき打ち合わせしたんじゃなかったっけ？いやいや。ですよね、内藤氏。はい。え？はい、そうです。ね。ね、今日はね、ダークサイドに落ちずに年を越そうと思ってたんですけど、今めっちゃそっちに踏み出そうとしたいやいやいや、踏み出そうとしてないです。はい。あ、そうです。あ、ごめんなさい。ちょっと勘ぐっちゃった。勘ぐっちゃった。はい、あ、なるほどね。じゃあ、だいたいまあ、思ってた、イメージしてたのに近いというのが仕事でしたか。はい。うん、なるほどね。ね、さっき中学生と何、ランチ？そうそう、給食食べてるの。うん、それは何を語らうんですか、そこで。え、なんでも、校則の話もするし、タブレットの話とかもするし、なんか、いや、だから中学生、中3とかだから、勉強の話、受験の話とかもするし、まあ本当にいろいろですね。なんか、中学校の校則変えることももちろん話すけど、まあ高校の校則がそれに合ったものじゃないと、中学校の校則だけ変えても仕方ないよね、とか。あと、文化祭とか体育祭とか来てくださいとか、文化祭で大魔王の役やってくださいとか言われました、この前は。何そのオファー。わかってるね、中学生。でもなんか体育祭とかで、なんかいろんな種目出てくださいとか、なんか本当にみんないろんなオファーをくれます、うちの中学生たちは。まあ、あとは本当に、学校の整備。特別室にエアコンつけてくださいとか、そういう話、切実な話とかも聞きます。もちろん。いや、内藤さんごめんなさい。もう、大魔王の印象がもうついちゃって、それで。ちょっと待って。いや、なんか、そうそう、大魔王の役。なんか、先生が今年は魔王の役やったから、大魔王の役やってくださいって言われて、大魔王か、って言いながら。それやるときにはぜひ言ってください。ライブ配信しましょう。やめてください、もう。ね、そういうね、ネタ大事なんで、はい。ね、内藤さんと僕の仲じゃないですかね。同じね、扱いを受けてた。いや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 、もう最近うちは穏やかになってます。いやいや、だってそもそもの、知り合ったのが、あれは、リハックが最初でしたっけ？そうです、そうです。ね、日経テレ東大学。ね、あそこに福岡の高島市長と、ね、サンバカトリオみたいな感じで、並ばせてもらって。ね、ですよね。はい。はい、ね、あの収録の後にね、なんかマックでね、ハンバーガー食って帰るっていうね。うん。同じ扱いをね、してもらえるのは本当僕としては光栄なので、ね、大都市、徳島市ですから。いやいや。だって徳島市って人口25万人ぐらいでしたっけ？そうですね。25万弱、24万8000ぐらいですかね、今。
で、徳島県全体で70、80万人とかでしたっけ？10万ぐらいです。ああ、でしょ？だから、徳島県のかなりのウェイトを徳島市がね、占めてて。まあ、3分で、そこの、でしょ？そこの市長、首長なわけで、で、僕、すごい今、慣れ慣れしく話してるんですけど、本当はもっとね、こう、丁寧にやらないとダメなんですよね。いやいや、もう、一個下なので、はい、先輩なので、すいません。すみません。あのね、なんか、こういう、ちょっとね、ゆるい話し方をしてる市長をみんなに知ってもらいたいなと思うのも実は一つあったんですよ。なんか、市長同士って、まあ、大体オフィシャルな場で話すと、まあ、仰々しいじゃないですか。確かに。ね。で、特に同じ県の中だと余計にね、利害関係もあったりするから、難しいんですけど、ね、利害関係ない人間だと、こんなにフランクでいけるんだよっていうのを、なんか見てもらうと、ちょっとこう、行政とか政治に対するイメージが変わるかなと思って。どうですかね。こんなんでいいですか。ね、はい。まあ、こんな緩いやり方で。はい。今年も、あれですよね。元旦から、ニューズバー橋本、今年でしたよね。あ、そう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 。そうですね。はい。あれで今年始まりましたね。だから、そう、あそこ元旦から。高島さんとね、並んでたっていうね。でしたね。そうです。だから、元旦から大晦日までご一緒できて、もう本当に。いや、今年も大変お世話になりました、本当に。お世話になりました。ちなみに、今年一番内藤さんにお世話になったのは、阿波踊りですね。はい、来てくださって本当ありがとうございました。いやいやいや、あれなんですよ。阿波踊りを初めて今年見に行かせてもらって、で、内藤さん自らがいろいろこうアテンドをしてくださったんですね。一緒にこう、あれなんだよ、桟敷って言うんだっけ？桟敷。はい。桟敷でね、こう、なんか見て、で、そのすぐ目の前で内藤さんが挨拶してるみたいな。開幕式典ね。うん、はい。そうそうそう。そこから見させてもらって、で、どうでした？初めて見て。あのね、すごい。想像を結構超えました。どのあたり？踊り自体が面白いっていうのはある、もちろん。いろんな踊りがあって、こうなんだろう、見せ方。ね、いろいろある。それももちろんだし、やっぱりでも僕が面白いなと思ったのは街の雰囲気かな。これ徳島の人今も見てらっしゃるのかな。徳島見てる人いらっしゃいます？コメント。街全部が本当に踊ってるよね。あの時って。そうです。もう街全体が阿波踊り一色になるので、いやだから来てほしかったんですよ。見ないと分かんない。絶対。そう、そう、そう、そう。し、なんだろう、この映像じゃね、全然分かんなかったです。ニュースの映像とかで、ね、だいたい毎年夏に流れるじゃないですか。徳島、今年も阿波踊りやってますとかね、まあ中止になりましたとかね、2、3年前はあったけど、あれの映像じゃね、なんか、10% も伝えられてないなって思いました。そうなんですよ。だから街全体を含めて俯瞰的に見て阿波踊りなんですよね。だからそこがなんか伝わりきってない気がして、そこがちょっと阿波踊りの課題かなと個人的には思ってます。4日間に関してはですけど。なんだろうね、有名な踊るアホに見るアホっていうのはありますけど、うん。なんかそれも含めて、体感する経験するところに価値がある踊りというかお祭りだなっていう印象です。僕、まあ、そんなに、まあ、お祭りね、他のとこ行ったことないんですけど、でも、あんな体験型、体感型の祭りって、ああ、すごいなっていう、感動しました。でも結局踊らなかったよね。
飛び込まなかったよね、あの時。あ、ちょっとごめんなさい。あの、初心者なんで。あの、人前とか苦手なんですよ。じゃあ来年はぜひ、踊ってください。でも、踊るんだったら、なんかこう、本気でやりたいよね。じゃあ本気でやってください。アスリートなんで。あの、派遣します。踊りのプロ。でも、昔僕踊ったことありますよ。え、阿波踊り？うん。あの、いや、言ったことないから。東京にあるじゃないですか。レンが。かな。うん。あれを、会社の、なんか飲み会、大きい飲み会で、あの、招待して、阿波踊りを披露してもらったんですよ。で、その時に、まあ飲み会なんで、最後一緒に踊るみたいなね。っていうのは、うん、経験はしたことはありますけど、うん、ただ、ちょっと本場のあの雰囲気の中で、自分はまだ飛び込めなかったですね。まだ早いみたいな。いやいや、もう、にわか連とかいろんな連ありますんで、来年はぜひそこに、引っ張っていくので、また来年も来てください。いや、めっちゃ行きたいです。あ、ちなみに今のにわか連ってどんなんでしたっけ？ちょっと全国の皆さんににわか連を。にわか連は本当にフラッと来た人とかも踊れるような連、連っていうのは踊りのグループのことなんですけど、そういうの参加型でできるようなものを徳島市の方で用意しているので、そういったところに入ってもらって、ちょっとみんなで練習して、で、そこから踊りに行くっていうプログラムがあるので、ぜひ。そこにも入ってもらうか、もしくは徳島市がやってるダイバーシティ連っていうのがあって、それはもう本当にガチで桟敷の中に踊り込むっていうプログラムなので、本気で踊りたい人はそっちもおすすめです。あの、着付けとかもして、本気で踊りの練習もして、演舞場踊り込みっていう。ああ、でも、それは気持ちいいだろうなって思う。あの場に、まさに自分が溶け込めるわけでしょ？いやー、だからそれを気持ちいいって思えるってことは、やっぱり、目立ちたくないとかそういうのをたまに言ってるけど、それは嘘だよね。いやいや、そういう面もあるんですよ、僕も。そんなね、四六時中ね、俺がっていう、そんな、うん、鬱陶しいやつじゃさすがないですよ。あうん。ほや、本当に街全体が、その、阿波踊り、いろんなところでね、踊ってるっていうのもあるし、なんだろうな、人手の、こう、多さというか、本当に人で埋め尽くされるんだよね、通りが。そうです。うん。徳島ってこんなに人いたのっていうぐらい。いや、もう本当にいろんなところから来ていただいて、人が、もう本当にでも今年、12、13はすっごい、すごい人多くて、もうなんかコロナ前より多いんじゃないかぐらい人が本当にたくさんいたので、もうすごいもう盛り上がってましたね。あ、そうなんですね。あれかな？ペントアップ自慢って。あとすごい。なんか、一遍我慢した後にはうわーっと需要が生まれるっていう、その現象だったのかもしれないですね。まああとプラス多分、インバウンドの人たち、今まで来てなかったような外国人の人たちも来てたかも。それは何？欧米系とかアジアとかそんな。もうだからそういうの全部限らずいろんな外国人の方を見ました。今年は。まあね、円安だしね。日本に来るの、それは来やすいよねっていう。うん。でも、徳島、ね、多分、日本の全国の方に、まだ、阿波踊りね、その、有名だけど、なんだろう、知名度はあるけど、認知度が上がりきってないっていうのもあんのかなと思って。そう、本当に。さっきね、さっき言ったじゃない、12、13とかって、あれ8月なんだよね。8月です、はい。そうね、ごめんなさい、実は僕も、今回、改めて声をかけてもらうまで、なんか、夏やってるかなっていう、ね、なんか浴衣とかなんで、漠然としたイメージあったけど、実際8月のどの辺でやってるかって知らなかったです。いや、それはさすがにみんな
すごい阿波踊り好きな人以外は、そこまでは覚えてないと思う。確かに。お盆時期なんですけどね。8月12日から15日って固定されてるので。あ、そうなんですね。お盆なんですね。そうです。うん、なんか もっと、お盆って言ったら阿波踊りみたいな、風に意識できれば、あ、じゃあ、まあね、お盆家に帰るのもいいけど、ちょっと徳島行ってみようかなっていう人が増えるんじゃないかな。なんか気がついたらニュースで、あ、今年も阿波踊りあったのね、みたいな。そうなんですよね。だから、今年からは少しずつ前夜祭が8月11日にあるんですけど、それの認知度も高めていこうということで、今、取り組みを進めています。ちょっと今まで、この、私が就任してから3年間は、あんまり大々的に言えなかったので、こっからです。こっから快進撃を。なんかね、いや、いいじゃないですか。楽しみですね。え、徳島の人って関西弁喋ってる？関西弁っぽい阿波弁？阿波弁ってのがあるんですね。ほう。阿波弁はなんか全部が方になります。なになに？阿波弁じゃないかも。阿波弁はなんか、そしてとかが、ほんでとかになる。あー、なるほどね。ちょっとこう、丸みを帯びる感じで。なんか、だから、みたいなのは、ほなけんってなる。あ、それでもなんか、可愛い感じがしますね。でも、阿波弁って今喋れないですよね。なんか、阿波弁の相手だったら阿波弁で喋れるけど。ああ、そうか、標準語にも慣れちゃってるから、方言が出ない。ああ、それは僕もです。あの、親と話してても、丁寧語で喋っちゃう。ああ、でも親と喋ってるときは阿波弁喋りますよ、私は。本当に、僕は、離れてた時間が長いせいか、地元帰ってきて、方言使うのが結構意識しないと出ない。今もだけ、今もう完全に標準語に多分なってると思う。でしょ、まあ、ナイトさんの話で、まあ、若干その伊勢関西弁が出るかなっていうぐらい、たまに。10年ぐらいいたら戻るんじゃないですか。ああ、まあ、そうかな。そうかな。でもね、地元で挨拶するときとかは、ちょっとイントネーションをこう、思い起こして、こう、自分の中に再インストールして 広島弁挨拶を頑張るときはあるけど、でも、議会の答弁も半々かな。職員と話す中で、だいぶ、広島弁がこう、戻ってきてるんで、議会で話すときには、広島弁っぽい標準語。だから丁寧に話してる感じになったかな。丁寧に話すと標準語っぽくなりません？うんうん、なる、なる。ね。うん、それは。だからね、ラジマン、閉会の挨拶を泡弁で。でも、丁寧語で喋ってるとなんか、標準語になるよね。うん。ね。ナイトさんといえば、閉会の挨拶な。いや、今回めっちゃなんか、すごい平和な閉会の挨拶だったもん。振り返ってなかったもん。うん。なんかそれ誰かにも言われた。なんか、徳島市議会は、なんか市長が閉会の挨拶で振り返りをするっていうのは慣例なんですかって聞かれました。誰かに。違います。慣例なんですか？違います。え、っていうか、閉会の挨拶ってあるんだ。うちない気がしますね。え、なんか、開会の挨拶はないの？開会というか、最初に一言挨拶があるかな。委員会とかもそうだけど、まず初めに、みたいな。え、だから開会の挨拶じゃないの？え、それは初心表明？うん。毎回。に、開会の挨拶があるでしょ？うん、
だから開会の挨拶があったら閉会の挨拶がないと変じゃない？言われてみれば。でもないんです、うち。開会があるの？閉会がないの？うん。まとめさせないようにしてあるのかな。わかんない。あ？うん。あ、そうですか。確かに。うちも別に閉会の挨拶は私がいろいろまとめとか振り返りをするまでは普通の、なんか今回も議案が何議案通ってみたいな、お疲れ様でした的な挨拶で終わってましたよ。あ、そうですか、そうですか。そうか。ぜひね、これ、あれ？徳島市は、議会の動画は上がってるよね。はい、かなり遅く上がります。でも上がるには上がるようになったのは本当につい最近ですけどね。ずっと上がってなかった。ケーブルテレビを録画してるのを上げられてる方はいらっしゃいましたけど、オフィシャルで上がるようになったのは本当に最近です。あ、そうか。でも、YouTube だったっけ？上がってんの。はい。市の YouTube？ YouTube。ぜひ、福島市議会も皆さんご覧ください。はい。内藤市長の閉会の挨拶を中心に。でも本当に、今回は普通でしたよ。はい。ね、今の言葉が物語ってるんですけど、普通じゃない閉会の挨拶ってのがあるらしいんですよ、徳島市には。いや、でもまあ、今回の議会を振り返ると、こういうこともありましたし、こういうこともありましたよね、みたいなのを言ったことはあります。最後に、今議会では、本会議だけでなく、委員会にも出席をさせていただきましたが、できれば、政策について、もう少し、高いレベルの議論をしませんか。デマや噂話、また不正確な情報をもとに、この神聖なる本会議場で発言する姿は議会のあるべき姿なのでしょうか。そもそもすり合わせ、すなわち議員と市役所の職員が質問と答弁を本会議の前に話し合ってある程度決めておくことをしているという趣旨の発言が本会議場で出たこと自体が驚くべきことだと思います。すり合わせをするということはカンカンガクガクと意見を戦わせられないことを意味します。これは果たして市民にとっていいことなのでしょうか。しかも市役所の職員が遅くまで残って質問が送られてくるのを待つというのは時代遅れだと感じます。これでは働き方改革を進めたくても進められません。議員も理事者も議会に向けてきちんと準備をした上で是々非々で議論を戦わせるのがここ議会のあるべき姿であると私は考えます。今後は私自身も積極的に答弁をしていきますし、委員会にも時間の許す限り出席していきたいと考えています。お互いに建設的な質問や答弁を通して、この街をいい街に変えていく。一歩ずつ前に進めていく。そういった場を作っていくことが私に課せられた使命であると、私は思います。今後におきましても私は市長として適切な手法で国や県への要望活動等を行い、市政運営の円滑な遂行や施策の充実強化にしっかりとつなげてまいりたいと思います。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。それではまた次の議会でお会いしましょう。
今議会もありがとうございました。うん、ね。あの、いや、僕の願いは、今回のライブ配信もなんですけども、いろんな場所で、いろんな方にもっともっとこう、関心が集まるといいなと思ってて、まあその一つが今回は徳島市であり、内藤市長なんですよ。うん。なので、ね、ここから徳島市議会のまとめ切り抜き動画が爆発的に増加してたら面白いなって思って、ね。確かに。それで爆発的に増加してたら完全にこれの配信のおかげですね。うん。え、なんかおすすめの回とかないですか？何年何月の定例会が良かったとか。そんなのあんまり覚えてないですけど。でもいつも石丸市長がいじるやつとか。あれって何？でもあれは上がってないでしょ、オフィシャルには。わかんないです。僕動画で初めの方でしょ？ね、だからオフィシャルで上がってるやつ。閉会の挨拶じゃなくて、あれって閉会の挨拶でしたっけ？もっと。閉会の挨拶。あれはオフィシャルに上がってないやつじゃないですかね。オフィシャルの。あ、そうなの？あ、そうですか。じゃあちょっと、ほら、なんか、今、これ、でもこれ、ダークサイドだな。でもこれだけ読ませてください。平和の使者さん、わざわざスパチャで、内藤市長が傍聴席のヤジに睨みを聞かせるシーンが印象的です。いや、本当にでもあれ、睨んでないんですけどね。本当に見ただけなんですけど、なんか、私すぐ睨んだって言われるんですよね。なんか睨んではない。いや、本当に睨んでなくて、普通にこうやって見ただけなんですけど、なんか見たやつは全部睨んだって言われて、なんか、そうそう、よく言われます、それも。あ、そうですか。うん、でも、ぜひ、徳島市議会、徳島市長に、ね、職人の皆さん、注目してみてください。で、そこからまたね、面白動画が増えていったらいいなと思うので。